こんにちは。はい、皆さん、どうもおはようございます。やってまいりましたということでね、今回なんですけども、今動画撮っているのがね、2月の15、15かな？何日やろ？ 16？ わからん。それぐらいですよ。2月16ぐらいだと思うんですけども、もうすぐね、春来ちゃうよってことで、春よ、ということでね、春が来るということで、僕はもうね、未来見てますから。ってことで、春を先取り、春といえば、ロングスリーブシャツだよねというタイトルのもとやっていきたいと思うんですけども、うん、ここにね、用意してございます。非常にね、もう見てもらうと分かる通りね、僕が持ってるね、ロングスリーブのシャツはね、結構カラフルが多いですね。結構落ち着いた色っていうよりからね、結構派手な感じでね、シャツ着ることが多いので、こんな感じのラインナップになりましたということでね、こいつらを紹介していきたいんですけども、あんまりまだ見るんじゃねえぜ。なんとこの中にね、僕のね、動画で出たこともないね、ちょっと最近買ったやつもあるので、よかったらそれも期待して、見てくださいということで、一個一個ね、紹介していきながら、着画とかも、全身でね、チェッカーとかもちょっと見せていけたらなと思うので、よかったらちょっと最後まで見てください。ということで始めていくんですけども、その前に、僕のインスタグラムと、僕のオリジナルランドのスーティーのね、インスタグラムを、フォローよろしくお願いします。スーティーの方のね、白のね、トレーナーの方、めちゃめちゃかっこいいんですけど、まだちょっとね、何個か、いくつかね、売れ残ってるやつもありますので、よかったらそれも買ってみてください。それでは、行かせていただきたいと思います。はい、一つ目でございます。一つ目はですね、もうね、これはもう皆さん知ってると思います。僕がね、めちゃめちゃ好きなやつね、これよく見るでしょう。僕がいつも着てるやつでございます。これはシュプリームのね、名前忘れたんですけど、多分これは、ね、21のね、AW、多分21の AW のやつですよ。あ、そうですよ。思い出した。ね、フリースシャツでございます。フリースシャツっていう名前だけあってね、これね、生地がね、シャツやのにね、フリースなんですよね。シャツって言ったらやっぱね、春に紹介するやつって言うてるだけあってね、やっぱ春からとかのイメージじゃないですか。でもね、これね、ほんまにちょっと見てもらうと分かると思うんですけど、本当にフリース、ガチフリースみたいな感じの生地で、シャツの形してるんです。だからね、すごくね、あったかいんですよ。って言ってもね、下にね、薄手のなんか、まあ、T シャツかなんか着て、春とかね、これ上から羽織って、みたいな感じやったら全然いけると思います。なんなら多分3月とかもうまだちょっとね、寒いぐらいなんでね、多分ね、これとかね、めちゃめちゃ活躍すると思いますね。というかね、結構おしゃれな人とか見てるんですけどね、これはやっぱり、俺のセンスちょっと光ってんじゃないかっていう感じでね、ちょっとおしゃれな人たち結構着てたりするんでね、嬉しいでございます。なんか茶色と緑みたいなね、色の方も結構多いですね。あれが一番人気やったんじゃないかな的なね、僕の感じで思ってるんですけど、だって僕がね、店頭行った時ね、これとなんか紫の方は置いてあって、そのね、緑のやつだけなかったんですよ。だからね、僕はこの赤買ったんです。でもね、俺的にもね、あれもかっこいいけどね、赤も結構僕好きなんですけどね。で、まあこれシュプリームね、シュプリームなんですけど、サイズは M ですね。これ M サイズなんですけどね、今までに着画見てもらった方だったらわかると思うんですけどもね、シャツとかってそんなね、デカめであんま着ないんですけど、僕的にはね、結構ね、最初からデカめの作りしてますね。まあ今日の着画見てもらったら、まあそれもわかると思うんですけども、これはほんまにめちゃめちゃ着てるよ、マジで。めちゃめちゃお気に入りの一つです。これもうマジ僕の鬼の一群ですよ。めちゃめちゃ好きなやつでございます。ということでね、着画いきたいと思います。はい、ということでね、これが1個目のね、シュプリームのシャツを着てみた感じになるんですけどもね、このシュプリームのシャツはね、僕ね、めちゃめちゃ登場するんでね、ちょっとまあ、皆さんなんて言うんやろな、見覚えがあるというか、まあ結構馴染みのあるやつやと思うんですけどもね、やっぱりかっこいいですよね、これは。やっぱり今までね、いろんな着方してきたんですけどね、ここまでね、トップスが派手やと、やっぱりね、黒とかで合わせてね、ちょっと落ち着いた感じで合わせるのがやっぱね、かっこいいですよね。僕的にはこういう感じのね、黒パンと黒のビーニーとかね、キャップを合わせるのが好きです。これ今まで買ったもん、ベストバイ3選ぐらいには入りますよ。はい、次でございますね。はい、次はなんですけどね、これでございます。やっぱね、さっきね、シュプリーム紹介してね、シュプリームのやつ多分ね、1万5000ぐらいしたんかな。ちょっとやっぱ高いですよね。やっぱシュプリームとか、やっぱね、シュプリーム、まあ、かっこいいよ。めちゃめちゃかっこいいんですけど、やっぱシュプリームか、みたいな。やっぱさすがにシュプリームはかっこいいやろな、みたいな感じだと思うんですけども、僕はそれを覆しますと。まあね、これね、めちゃめちゃかっこいいんですけども、やっぱりね、シャツとかってね、結構なんかピンキリであるじゃないですか。で、やっぱりね、こんなんばっかり買ってるとお金がないと。っていうことでね、一回セカスト行って、結構シャツとか探してたんですよ。そしたらね、この XL サイズで、XL サイズのね、900円で売ってたね、やつがあったんですよ。でも、正味ね、なんかシャツとかって結構なんていうおんぼろな感じでね、着るのも結構かっこいいじゃないですか。なんかちょっと安っぽいぐらいがね、シャツとかなんかいい感じの雰囲気出ていい時もあるんですよ。ということでね、僕はね、こう900円でもかっこいいということを証明したいということで、今回は紹介させていただくんですけど、まあ一時期キャルトップとかも通ったんですけども、あれもすごくかっこいいんですよ。けど最近はね、ちょっとこういう感じで、ちょっと目の細かな感じのね、チェックシャツとか結構好きで、なんかちょっとグラデーションな感じでね、全体的にじわーっというような、なんか変な雰囲気を醸し出させるこのね、ちょっとおんぼろシャツね、すごく僕気に入っておりますということで、900円で900円で服買うことなかなかないでという感じなんですけども、まあそれをね、900
900円でちょっといいかっこよくしていきたいと思います。かっこいいですね。やっぱね、こんな感じでね、ちょっと古臭いぐらいの感じがね、かっこいいですね、シャツは。で、やっぱね、僕安いシャツとかね、買うときにね、ちょっとね、気をつけてることとしてはね、安かったらやっぱりね、シワとか結構なってくるじゃないですか。まあ、シワとかもまあ、いい感じでね、味になるやつもあるんですけども、僕的にはね、安いやつでね、もっとクタクタな感じ、めっちゃ切られてね、クタクタになってるのを僕は狙ってますね。まあ、シャツとかはね、やっぱりね、単体で着てもいいですしね、レイヤードとかにもすごく使えるのでね、一個持っておいてね、損はないと思います。どうですか、いきます、俺さん、ということで次はこいつでございますね。これもう分かる人なら分かる。もう僕今多分ね動画残してないんですけどね、もうめちゃめちゃ最初の方にね俺これ買ったやつ、その時ブラックアイパッチのこのシャツめちゃめちゃ欲しくてね、メルカリでめちゃめちゃ頑張ったの僕覚えてますわ。あの時なんかもう今よりももう全然金ないからみたいな感じでね、なんか震えながら買ってたような気がします。ブラックアイパッチのこれどうやろ、20か19か SS のちょっとわからないですけど、ブラックアイパッチのねシャツになるんですけどね、これもね僕はね未だにめちゃめちゃかっこいいと思います。やっぱねこのねブラックアイパッチって書いてるね、このちょっと引き体っぽい感じのねロゴがね、この全身に散りばめられてる感じね、僕的にはねすごいタイプな感じの服だ、デザインでございます。ちょっとかっちりめな感じで襟とかもしっかりしててね、いい感じのね、ちょっと大人っぽい感じの雰囲気出ると思うんですけど、僕的にねこういうシャツってめちゃかっこいいんですけど、なんかたまにねパンツとかのねサイズ感をね間違えてしまうとね、マジお前それホストやんみたいな感じでね言うてくるやつがおるんですよ。で、わかるっちゃわかる、これにね好きに合わせたら確かにホストみたいな感じになるじゃないですか。だからねそれをちゃんとねかっこよく見せるためにねコーデを組んでいきたいと思うんですけど、やっぱねそこがむずいっすよね、ロングスリーブのシャツっていうのは。まあブラックアイパッチとかシュプリームとか、まあ有名なのであればね、ワコマリアのアロハシャツとかあるじゃないですか、めちゃめちゃかっこいいでしょ単体では。けどそのブランドとか知らない人とかやったら、何それホスト系のやつ的なみたいな感じね思われることもね多々あると思うんです。だからねトップスこういうので合わせるときはね結構ね僕はパンツにね気を使っていきたいなとこれから思ってるんです。ということで頑張っていきたいと思うんですけども、なんやろね、なんか法則とかあったらいいんですけどね、僕的にはねやっぱりねシャツとかってねあんまり身幅とかこのね袖幅とかがねあんまり出るやつがないから、やっぱりちょっとなんかいい感じにね下に溜まってるようなパンツを履いて A ラインっぽい感じにするとなんかまだちょっとストリートっぽく感じるのかって言うて、多分ね太めのストレートとかやってもね結構かっこいいと思うんですけどもね。でもそんなこと言ってもワコマリアのアロハシャツとかやったら結構スラックスとかで合わせてるからな、形もかっこいい4万ぐらいのねスラックスとかで合わせてる人多いし、まあそこはむずいとこっすよね。まあ髪型とか雰囲気とかでも結構変わってくると思います。ということでこれもねちょっと頑張ってこうできて組んでできて組んでいきましょう。はい、これブラックアイパッチ着てみた感じになるんですけどね、このシャツやっぱめちゃめちゃかっこよくないですか。こんな感じでねやっぱりね文字が散りばめられてるのがタイプなんですけどもね、やっぱりこんな感じでねA ラインをねちょっと意識して、ダボパンでね下にちょっと焦点を持ってくる感じを意識しました。まあ個人的にはねこのロゴのとこが白っていうのもあるんですけど、青のシャツとかね結構白いパンツとかね合わせるの僕好きで、まあなんていうんやろ、ちょっと爽やかインザスカイみたいな感じのイメージが出るのが好きですね。あとはねこのブラックアイパッチのシャツはねモデルさんとかもそれで着てたんですけどもね、デニムとかと合わせるのもすごくかっこいいでございます。お姉さんどうですか、一緒に。はい、これはですね、古着屋で買ったやつなんですけどね、これあんまり紹介することはないかもしれないんですけど、ちょっとよくわかんないな、なんて書いてるかわかんないんですけど、古着なんで。これも結構厚手なタイプなんですけどね、多分春もね、ギリいけると思います。まあ厚手って言ってもやっぱりシャツなんで、そんな春これ暑すぎて無理みたいなことはないと思うんでね、使えると思うんですけども、結構もう大ぶりのね、このチェックシャツになるんですけども、両サイドポケットがね、なんか可愛い感じで入ってて、まあ古着でありそうな感じのチェックシャツでございますね。まあ色的にはね、こんな感じでちょっとね、茶色な感じ、ちょっとアースカラーみたいな感じのねカラーでございまして、値段は確かね7000円ぐらいやった気がするな、7、8000円やったかな、分からん、それぐらいやったような気がしますわ。まあとてもかっこいいのでね、ちょっととりあえず着画見ていただければと思います。レッツゴー。はい、これね古着で買ったやつをね着てみた感じになるんですけどもね、パンツはさっきとね一緒でございまして、足元もねちょっと一緒でございまして、そこはね申し訳ないんですけどもね、やっぱりかっこいいですよ。やっぱシャツとかはね僕が持ってるのは大体柄がついてるようなやつが多いので、こんな感じでねベストとかね羽織ってもすごくねいい感じにマッチしてかっこいいと思います。あと僕が一つ思うのはね、シャツと合わせるときにねハンチングをかぶるかね、ピーニーをかぶるかね、キャップをかぶるかでもう全然イメージとか変わってくるんで、そこはねすごく楽しいところでございますね。というわけで今回はハンチングを合わせてみます。はい、お待たせしました。ということでね、これ新しいやつでございます。見たことないでしょう。ということでね、これどこのやつかと言いますと、これはねシュプリームでございます。またシュプリームでございますね。またお金がないことになってる、お金ないって言ってるやろ。
ということなんですけどもね、これシュプリームね、全身がこの青い感じでございまして、なんかこれなんかバラなんかな、よくわからない、ぐちゃぐちゃっとしたバラバラバラやな、バラっぽいなんか感じのね、映画描いてるやつなんですけどもね、僕これね、街中でね、めちゃめちゃかっこいい人がねこれをね、着てるのを見て、あーもうこれ欲しいなと思ってたらメルカリであったみたいな感じで買ったんですけど、まあこれもねちょっとね、さっき言ってみたいにね、一歩間違えるとねホストみたいな感じになっちゃうと思うんですけどもね、その街中でねこれを着てた人バカかっこよかったよ、ほんまにめっちゃかっこよくて、あんな渋くこれ着こなせたらかっこええやろうと思ってね、ちょっと最初恐る恐るだったんですけどね、僕もねかっこいいからねちょっと買っちゃいました。いややっぱね街中でね人間観察するのって一番僕ね成長できると思うんですよ。もうマジでおすすめなのは、まあ大阪なんですけどね、雨村もそうなんですけど、雨村よりね僕はねちょっと雨村から外れたところに南堀江とかいうところがあって、なんかいっぱいねまあシュプリームとかノアとか FTC とかなんかいろいろねショップが売ってるところがあるんですけど、そこ歩いてる人も大体かっこいいから、あ僕も頑張りますみたいな感じになるんですよ、ほんまに。マジで今日も行ったんですけどね、めちゃめちゃかっこいい人とか、マジでかっこいい人多いんで、よかったらねそこら辺プラついてみてください。ということでこれシュプリームなんですけども、M サイズでございますね。これ確か18のねダブだったと思います。商品名がねコーディロイシャツやった気がするんですけど、めちゃめちゃ目は細かいんですけどね、コーディロイになってますね。だからね4月とかまあ3月後半とかまあそこら辺でもちょっと寒い時でも着れるような感じのね僕はシャツやと思っています。まあでもこのサイズとかになってくるとね、中にパーカーをレイヤードとかすることは多分できないぐらいのサイズ感なんです。なのでこういう感じのね、まあ、めちゃめちゃでかくないシャツとかはこういう感じのやつとかはベストとか上に着たりねしたりもしますね。ということでね、これも最後めちゃめちゃかっこいいんで、よかったらね見てってください。はい、こちらが新作になりますシュプリームのねシャツになるんですけども、どうでしょうか、めちゃめちゃかっこよくないでしょうか。僕がね街中に見かけた人はねこんな感じで座りながらねタバコを吸ってたんですけどもね、もう渋くてあれは本当に惚れましたね。でさっきも言ったんですけどね、ホストにワンチャン見られるんじゃないか現象っていうのをね解消する一つの方法として、やっぱりねベストはねいいですよね。これフィッシングベスト、まあタクティカルベストなんですけど、本当にめちゃめちゃねいい感じでかっこいいと思います。ということでね、今回の動画最後まで見ていただいてありがとうございました。最後にチャンネル登録とインスタグラムの